京農業大学には創立以来引き継いでいる見学の精神があります。稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞け、農業生産現場に立脚した実学主義です。農大の中で最も歴史のある農学科は設立から120年余り、その理念のもと教育を行ってきた、まさに農業の原点であると言えるでしょう。これからの農学科の使命は、安全で高品質な生産物を環境を考慮した方法で供給する次世代農業を追求していくことです。農学科では2年生で2つのコースに分かれるのが特徴です。作物生産分野と植物保護分野から成り立つ農業生産科学コースと、園芸生産分野と園芸機能開発分野から成り立つ園芸生産科学コースです。早くから専門知識や技術を習得し、より深く学べるようにしています。1年生では一般教養に加えて2つのコースがどのようなものか知る上で、まず農学全般の基本的知識をしっかりと身につけます。夏には実体験で農業の原点を知る農業実習1があります。約1週間にわたり、ここ伊勢原農場を中心にさまざまな実習を受けます。こちらは野菜の収穫実習です。こうひねる、クイッと、ね、そうすると今聞こえたポギって、おー、実際に収穫することにより農作物の特質や栽培方法を身につけます。この辺からさらに堆肥の巻き方も学びます、ね、一方こちらでは植え付けの実習が始まりました。穴開け作業が必要なアイビーの定植です。斜面を利用して丁寧に定植していきます。鎌の研ぎ方を習っているのは除草の実習です。実際に鎌に慣れるまでは時間がかかるようです。同じ高さで立ってる、完全に刈り切らなきゃいけない、こっち出さないで、最後の引き方になるんですかね、最後ね。実習中の学生は難しいですけど、まあもう時間経ってくると面白くなってきちゃいましたね。で、一般的にこういうトンネルでかけるのは、また別の補助ではトンネルハウスの作り方を学びます。材料などの基本知識を身につけ、実際にみんなで協力しながら作ることにより技術を身につけます。その頃ハウスには別の班が集まっていました。ミスト装置での灌水を見学し、最新の栽培方法に触れます。こちらは農業機械の実習です。初めてエンジンをかけることができた学生たちはとても楽しそう。今回の農業実習について1年生は、思ってた以上にみっちりやるんですごい大変なんですけど、でも自分の身になってるっていうのが分かるとすごい嬉しいです。このように農業実習1では、農場の至る所でさまざまな実習を集中的に行うことにより、農業の難しさを知ると同時に一人一人の探究心が芽生え、自主性も養われていきます。